プネー FC はインドマハーラーシュトラ州のプネーに本拠地を置くプロサッカークラブである。プネー FC は2007年に設立され2009から10シーズンにアイリーグ昇格を決めた。プネー FC はインドでも有数のプロ化されたクラブとして知られた。プネー FC は同じマハーラーシュトラ州を本拠地とするムンバイ FC とライバル関係にあり、両者の対戦は マハーダービーと呼ばれた。2016年に解散した。プネー FC は2007年8月にアショーク・ピラムールグループによって設立された。2008年、クラブはアイリーグ2部に参加し、グループ A を3位で終えたためアイリーグに昇格することはできなかった。クラブは2009年シーズンに2部全体で4位に入り、昇格を決めた。 プネー FC がアイリーグ昇格後初のシーズンとなった2090シーズン。プネーはバーレーワーディーにあるシュリーシブチャトラパティスポーツコンプレックスをホームスタジアムとして使用すること決めた。プネー FC は初のアイリーグのシーズンを迎えるにあたり、イーストベンガルからインド代表制 GK のスブラタ、パールを日本人 MF のイズミシンをマヒンドラユナイテッドから獲得した。 クラブはシーズンが始まる前にデリック・ペレーラとも監督契約を交わした。プネーで指揮を取る以前、ペレーラはマヒンドラ・ユナイテッドで監督を務めて、ナショナルフットボールリーグとフェデレーションカップでタイトルを獲得、AFC カップでも準々決勝に進出していた。プネーは初のアイリーグのホームゲームをイースト・ベンガル FC と言った。試合結果は0から0であった。 プネイは、その後6分2敗の成績を残した後、2010年1月9日に、JCTFC に2から1で勝利して、アイリーグ初勝利を挙げた。シーズン終了時にプネイはリーグを3位で終え、シーズン開始時の成績の低迷を払拭する、好成績を残した。2011年夏は、プネイにとって、重要な時期となった。2011年6月23日、プネイは、 プネー FC アカデミーという育成チームを立ち上げた。これは、アイリーグのチーム初のアカデミーチーム保有となった。その後2011年7月25日に、プネーのブラジル人、ストライカーエイジ・マルフィゲイラが、ポルトガルのスーペルリーガに所属する CD ・フェイレンスに移籍した。これは、アイリーグの選手がヨーロッパの10大リーグに加入した初の例となった。 2011年9月26日、プネーがイングランドプレミアリーグ所属であり、クラブのオーナーがインド企業のベンキーズの会長であるブラックバンド・オーバーズと親善試合で対戦することが発表された。これにより、プネー FC はイングランドプレミアリーグのクラブと親善試合を行った初のインドのサッカークラブとなった。試合は2011年10月7日に、 プネーのバーレーワーディースタジアムで開催され、ブラックバーンが0-3で勝利した。10月22日、プネーはメディアネットワークを通したクラブのプロモーション活動を強化を行うとして、IT 企業のインフォシステクノロジーズとパートナーシップ契約を締結したと発表した。2012年6月11日、プネーは i リーグに所属するプライアーグユナイテッド FC と MF の レスター・フェルナンデスに関して200万ルピーの遺跡金で合意したインド初のサッカークラブとなった。クラブのロゴはベンガルオートカゲがサッカーボールの周りに巻きついている様子を表している。シンハガドの戦いの間、チャトラパティ・シバージーの将軍であったターナージー、マール・サレーはシンハガド要塞の険しい壁をよじ登るためシバージーのペットのベンガルオートカゲ、イエシュワンテを使用した。 同様に、ロゴのベンガルオートカゲは、クラブをこぶし、あらゆる障害を克服して、インドとアジアで成功を収めるという意味が込められている。ロゴの色としては、赤と金色が使用されている。赤は攻撃、警告、情熱を、金色は成功と勝利の象徴として使用されている。プネーは、アイリーグのホームゲームを開催する、際、小規模ながら、 長めの良いシュリー・シブチャ・トラバティスポーツコンプレックスを使用している。クラブはトレーニング施設をプネー郊外でムンバイプネー高速道路付近にあるまマまマディ地区に建設している。プネー FC のサポーターは情熱的であり、プネー FC の試合には毎試合多くの人数が詰めかけ選手を大いに鼓舞する。この際、彼らのスローガンである、俺たちは PFC だ。は 常に用いられている。多くの子供が試合に詰めかけており、これは、プネーのサッカー発展において良い兆候である。練習場の選手とスタッフ PFCTV は、プネー FC の試合のハイライト、プネー FC に関する情報、選手のインタビューなどを視聴することができる、公式オンライン TV チャンネルである。PFCTV は、クラブ公式サイトもしくは YouTube の、 クラブ公式アカウントフードボンラインで視聴可能である。プネー FC はオンラインでクラブ公式映像を発信したインド初のサッカークラブとして知られている。2007年のクラブの創設時にスチュワートホールが監督に就任して以降2013年までに4人が監督に就任している。これまで就任した監督の中で最も長い期間監督を務めているのは デリック・ペレーラであり、2009年にクラブ監督に就任した。ペレーラはプネイ初のインド人監督でもある。ありがとうございます。